だからなんか就職がすごい疑問で、東大って受験戦争の頂点にいるわけじゃない、まあ、勝ち組ですよ、うん、なのにもかかわらずなんで同じ土俵に立つのわざわざみたいな。そうですね、だから堀江さんのサロンは逆に言うとそういう行動力とかある方が残ってるんじゃない？残ってるんだけど、まあ、僕はいろいろ思うところがあるのはすごい能力あるのに、うん、コースに行っちゃって、うん、その能力を発揮しないまま消えていくというか、うん、あなたのその才能を生かさないまま消えていくんじゃないのかな。だからやっぱりその何も考えないで今の状況に甘んじるというかそのままでいくっていうことはすごい多いと思う、一般的な人生として。川村さんはどう思うんですか？だってさ、いやこの人こう見えてすげえ稼いでたんですよ、ゴールドマンサックス時代は。うん、だからそれがあるからこそ辞めにくいってのもあるのかもしれない。すごいありました。あとね、社会人を辞めて独立して何者でもなくなるのも怖かった。例えば信用がなくなるんじゃないかと思ったりとか、金融機関で働いてたんでいろんな信用があるんですよ本当に、うん、お金借りれたりとかね、うん、すぐ誰にでも自分のこと信用してもらえたりとか、うん、名刺もあるじゃないですか、大きな会社も後ろについてますっていうのが全部なくなった時に一人で私やれるのかなっていう怖さはやっぱりありました。会社員長く続ける、多分いろんな人がそれ感じると思います。堀江さんはほらどこにも就職したことないでしょ？ないですね、うん、だからそういう方とかはもうそんなのそもそも基盤にそこがあるわけじゃないから、常に自分で考えて自分の食いぶちを自分で探していくっていうのが、いやそうそうそうなんだけど、そもそもどこでみんな変わるのかなと思ったんですよ。社会人1年目とかじゃないと思います。だん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 そうなっていく。その前、その前、その前、うん、俺はだからいろいろ疑問でなんで就職してんだろうって思ったんですよ最初。ああ、そもそもね。だからなんか就職がすごい疑問で、はって思う。だってまあ東大ですよ、東大って受験戦争の頂点にいるわけじゃない、まあ、勝ち組ですよ、うん、なのにもかかわらず、まああなたの同僚にもいっぱいいたわけじゃん、東大のやつとかって、はい、うんうんうん、なんで同じ土俵に立つのわざわざみたいな、なんで青学と一緒なのみたいな。あーなるほど、そこそこ、あそれでいきなりリセットされちゃって、そういきなり他の人たちと一緒にされて、そうで就職して何なのって思ったってことですか？すげえ損じゃんと思って。おだから最近起業する人増えたでしょ。増えた、ちょっとずつ増えた。全然それはもう僕らの頃より全然増えたんですよ。うん、あと若い子たちもみんな起業したいって言って入ってきますね、起業に。まあなんか俺からすると起業で経験なんか全く必要ないけどと俺は思うけどね。だから優秀でセンスがあるやつは絶対起業した方がよくて、うーん、でそれはなんか別に失敗してもいいんですよ、しかももっと言うとやり直せるし、やっぱ一回失敗したやつも失敗したことが信用になってるっていうか、うーん、次は同じ失敗しないだろうみたいな、うーん、なんかそういう安心感もあったりして、まあ、実際そうだと思うし、うん、だから 3,4 回やってると成功しますからね。だからそれも含めての100人に1人しか成功しないみたいな話だから、うん、それは確かに最初にやった会社で成功する人は滅多にいないと思いますよ、うん、だからそういうセンスもあって多分行動力もあるような子たちがその自分の才能に気づかずにどん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 大企業に就職してっちゃってっていうのがもったいないなっていうふうに見てて、もったいないし、いや川村さんのサロンに結構いるのかなと思った。例えばその HIU はついていけませんみたいな人がいて、うん、道なき道を行けみたいな話だから、うん、もういきなりそういったところに放り込むみたいな、うん、だけどじゃあチュートリアルでずっとステップバイステップで講座とかをずっとやってても、うん、なんかそこに行くのかなと思って、僕はなんか行かない気がするんですよ。なんか結局自己満足になっちゃって、うん、なんか資格ハンターみたいな、うん、資格も好きじゃない、資格も好き、だから資格で安心しようとするじゃないですか。でもすごいよね、なんか全国にそういういろんな人たちが、こんな人たちいるんだなって聞かされて、孤独だったんですか？多分なんかよく言われるのはそういう女性たちが集まるコミュニティはなかったっていうのはよく言われます。あとやっぱり言うて日本の社会って男性社会なんで、自分たちの居場所がないって思ってる女性って多いんですよ、大企業とかで働いてても。ああそうなんだ。そうです、なんか結局メンズばっかり周りにいて、うん、いつも話し合わせなきゃいけないとか、そういう人たちが私のコミュニティではなんか平気でいろんな話できるとか、あと地域とかにいると離婚したこと隠してます、シングルマザーのこと隠してますみたいな人たちもこのコミュニティでは何言っても多分ジャッジされないだろうなって思って楽しんだりとか。それはやっぱりその離婚
してますとかそんなんで言われるの？新人やっぱね、地方の方とかだと、うん、結構隠してる人とかいるんですよ。なんか親に隠せって言われたとか、離婚したこととりあえず言わないでとか、子供に内緒にしてるとか。子供に内緒にしてる。子供に内緒にしてて、今お父さんはちょっと転勤ですみたいな風にしてたりとか、その方が角が立たない社会ってやっぱあるんですよ。東京はね、もうなんかそんな感じしないけど。やっぱあるんだ。まあでもあるよね。地方と東京の比率みたいな、どれぐらいな、うん、東京が60%。で、次多いのが大阪で、名古屋、福岡って感じですかね。そういう人たちはどういうふうにして交流するんですか？それぞれの地域に同好会があって、沖縄同好会もあるし、でみんなあの定期的に集まって、うん、でやっぱりねちょっと富裕層なんですよね、その人たちって。やっぱり一月1万円払ってる人たちだから、はいはいはい、なんでこう話も合うというか、はいはいはい、お店とか選ぶのもそんなに気使わないとか。友達いないと高い店とかも行きづらいよね。そうです。一人で行くか、うん、あとは男性と一緒じゃなくてもある程度こう経済力がある女性たちが集まって、うん、結構皆さん地方の方とか沖縄とかなんかみんなどこに住んでるとかそういうの言い合ってめちゃめちゃ楽しそうにしてます。学校とかも実は同じだったとか。ああなるほどなるほど、うん、そうだよね。そういう同じ感じで遊ぶ友達とかいないと辛いよね、うん、そう僕の場合とかもやっぱそうです。合わない、うん、基本的に、うんうん、趣味がね、うん、やっぱ合わないっていうか、まあうちのサロンとかでも多分そういう人多いと思いますけどね。そうですね。割とそのここまでこういう考え方で生きていられる場所は確かに日本にはあんまないかなみたいな。あ、そうですね。で基本的にね堀江さんがこういう感じでやってるから、そのサロンメンバーさんの中ではこういうこと言ってもいいだろうなみたいな大体わかるじゃないですか、暗黙の了解として、うんうん、そういうところで価値観をある程度こう共有してるっていうのもすぐ仲良くなれる理由というか。